動画をご覧いただいてありがとうございます。ムン政権革新成長を自画自賛に批判殺到、誰のための政権というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。ムン政権がですね、公約に掲げてきた経済政策は、どれもこれもですね、うまくいっていないというのが現状かなと思います。その中で、革新成長の分野はですね、成果が出ているようですね。しかし、その背景はですね、民間の、積極的な企業努力があったということにもかかわらず、ムン政権のお手柄と言わんばかりに自画自賛ということで、これにはですね、国民も批判殺到です。当たり前ですよね。はい。失敗を覆い隠そうとして、成功事例を発信したつもりがですね、かえって国民から反感を買ってしまう結果になるとはですね、ますますムン政権の行き先、先行き暗いですね。はい。記事はレコードチャイナからになります。2019年12月4日、韓国中央日報は、ムン政権が所得主導成長、公正経済とともに推進した経済政策、革新成長について自画自賛する中、実際の現場の声を報じたと。記事によると、韓国政府は同日、ホン・ナムギ経済副首相の主催で、革新成長戦略会議を開き、革新成長推進の成果の確認及び補完計画について議論したことが分かった。本首相は、副首相は、データ、5G、人工知能の DNA と三大有望分野である未来社、バイオヘルス、システム半導体などの新産業分野で早期成果を出しており、革新成長の基盤を構築したと評価したというと。ここでね、どういうふうに評価したかにもよるんでしょうね。これを自分たちのおかげみたいな話にしちゃってるから、反感買ったんだと思うんですが、はい、続いて見ていきたいと思います。しかし記事は、こうした成果は民間の積極的な投資をもとにした市場と企業の力のおかげとの指摘がある。政府の政策成果と見ることは難しいにもかかわらず自画自賛したと指摘。高麗大学の孫ちゃんも、難しい字ですねこれ、なんとか教授は、各種数値が大幅に増え投資が拡大したというが、宣言的な数字だけを並べたような気分、第四次産業革命に備えた、実行成果がほとんどないと述べたというと。それぞれの数字がちょろっと伸びただけで、具体的な中身が何もないっていうことなんでしょうね。特にこれからね、5G とかが入ってくる中で、第四次産業が大きく、動き出すわけですけども、それに対する、具体策がなければですね、国民にしてみたら何の効果も感じないですもんね。はい、続いていきたいと思います。また、現場では依然として必要のない規制により、新事業の推進が阻まれ、新たな発掘が遅れているという声が絶えず上がっているとも指摘。韓国経済研究院は最近、企業が感じる規制改革の体感度は昨年の 97.2% から最近 94.1 へと下がったと発表しており、規制改革成果評価も満足しているとの回答は 11.7% にとどまり、満足していない 22% を下回ったというと。残りの 67% は何なんでしょうね。どちらでもないですかね。はい、続いていきたいと思います。これを受け、韓国のネット上では、庶民はみんな騙された、弾劾こそ国民の生き残る道、ムン政権の自画自賛の中国民は傷つき、無能な政策のせいで庶民の暮らしは崩壊しつつある、北朝鮮ばかりに気を使うムン大統領が国民に与えるのは苦痛と我慢、相変わらずの自画自賛か、いつまで、国を食い尽くしたら正気になるかな、強者にはより多くの利益と希望を、弱者にはより多くの絶望と喪失感、裏切りを与えた、これが国、
一体この政府は誰のための政府なの？など怒りを表すコメントが続出しており、中にはイ・ミョンパク、パククネ政権の時より生活が苦しくなったという声も上がったというふうに記事は伝えています。まあこういうね、もう完全にあれですね、政府に対して信頼感というかがなくなっている状態なんでしょうね。まあそれに伴ってというか、このネット上の声を見ているとやっぱり生活がかなり苦しくなったとか、まあそもそもムン政権が政権、公約に掲げていたものが3つありましたもんね。3つというか、これで言うと所得主導成長、公正経済で、まあ所得主導成長なんていうのはもうあれですよね、最低賃金上げましょうって言って、まあそれを支持されてムン大統領が、ムン政権が発足しているわけですから、ただまあそれに対しては、全然、到達できそうにないと。2020年までに1万ウォンですかね、最低賃金を、そこには届かないということと、あとまあ財政支出が非常に膨らむということで、まあ企業の法人税を相当上げましたよね。まあこれによってですね、企業が苦しむで、最低賃金は上がらない、で中小企業が苦しむから結局失業率が増えるということで、非常に韓国の経済は今、苦しい状態になっているということを受けての、まあ、反応なんでしょうね。ということを考えると、やはりこれかなりもうムン政権自体が国民からそっぽを向かれているということが、分かる記事ではないかなというふうに思います。はい、ということで、今日の動画はここまでにしておきたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。